男磨くぜ。復活したのか。バカだ、早すぎる。とにかく殿、総司様を助けに行きましょう。我は再臨せ、世は再び恐怖と災禍におのれ。目覚めおったか。まずは士官を救うわ。敵将討ち取った。あれなる将が早々この窮地に駆けつけた。まとめて片付けようぞ。総司殿、ご油断召されるか。相手がオロチだ。お前の鉄壁の守りは崩せない。ならば総司君、魔王の鎌も弾いてご覧に入れよう。曹操殿が来てくれたかい。うまくすりゃこの戦況を覆せるかもしれないね。敵将討ち取った。助かりました。我らの波動を見せるのはここからぞ。敵将打ち取った。敵将打ち取った。わしは斬る。敵将討ち取った。敵将討ち取った。総司殿、あっしに策があるんだな。ならば試してみよう。お前の策ならば間違いあるまい。んじゃ、主力を率いて中央に向かってくれるかい。
我らをおとりに使おうというのか。よかろう、皆私に続け。撃ち取った。華やかに液晶撃ち取った。から七に入るかならば歓迎せねばなるまい。乱世の収束を見ずして守ることはできぬ。思惑通りだ。あっしも急ぐとするかね。なかなかにしぶとい。全力を集中させるとしよう。我が君には手を触れさせませんわ。アクライ、お主も前線に向かえ。どうせ人暴れさせてもらいますぜ。敵将撃ち取った。敵将撃ち取った。義の者どもの力意外に侮れぬと見た。我が輩も本気を見せねば礼を失するだろうな。さてと、この間に火を放ちな。見事よ。もしお主が敵であればわしがあの炎に焼かれていただろう。我が軍に宝数がいること天に感謝せねばな。それはちょいと褒めすぎじゃないかね。ま、悪い気はしないがね。敵将撃ち取った。敵将撃ち取った。するは今さ、全軍進め。
討ち取った。敵将討ち取った。だと？そう猛徳も見くびられたものよ。敵将討ち取った。オロチ様、ご無礼ながら勝つ。オロチを逃がした、どういうことだ？我が意向の前にオロチもひれ伏したか。まあ多少腑に落ちぬ点もあるが、奴は完全には復活していない。完全復活にはヒミコという少女の力が必要だ。見たところ敵陣営に卑弥呼はいなかった。そうそう、早く卑弥呼を確保せねば。ジョーカーよ、お主も食えぬやつ。まだ秘密を隠しておったか。お主を責めても仕方あるまい。その卑弥呼とやら早急に探し出さねばな。その前に総妃殿にお褒めの言葉をかけてやってくれないかね。その冷静な分析と的確な指揮があってこそ、私たちは敵の猛攻に耐えられたのです。総妃殿の守りは実に見事でした。まさに総妃の盾と言えましょう。うん、士官も波動を継ぐ者として着実に成長しているようだな。ま、今回の戦ぶりを見てると曹操殿も隠居する気はないみたいだがね。父よ、どうなされた？時は一刻を争うはず、出陣の支度を。しかん、日比野人大義であったな。以後はわしと共に軍の指揮を取れ。真の助言に耳を傾ける主君。主君のために命がけで任務を全うする真。情ではないが、整然とした絆がそこにある。これが波動か。曹操の暴走など杞憂かもしれぬが、